お元気ですか、ボクシミです。今回はサッカー日本代表チップスカード、5回目でございます。久しぶりのね、開封動画でございますのでね、私自身も嬉しい限りでございます。で、今日はですね、旧袋でね挑戦したいと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。まだね、実は久保選手のね、あのキラーカードがね、出してなかったのでね、今回はね、久保選手のね、カードを目指してやりたいと思います。あの、キラーカードですね。それでは、いきまーす。まずは一袋目でございます。こちらがですね、田中碧選手でございます。で、サムライブルーのチェックリストでございます。続いて、2袋目でございます。中村康介選手でございます。大迫勇也選手でございます。3袋目でございます。権田修一選手でございます。前田大然選手でございます。4袋目でございます。で、遠藤航選手でございます。板倉滉選手でございます。5袋目でございます。で、上田直道選手でございます。で、南野匠選手でございます。これね、じゃあ、7袋目でございます。原口元気選手でございます。で、大迫勇也選手でございます。8袋目でございます。室谷聖選手でございます。橋本健人選手でございます。9袋目でございます。中村康介選手でございまして、橋本健人選手でございます。で、これでね、1、2、3、4、5、6、7、8、ごめんなさいね、間違えて数えてしまいます。数を間違えてます。今度こそね、改めて、9袋目でございます、ね。大変申し訳ございません。で、キラーカードが出ましたね。最後の方でね、長友佑都選手のキラーカードでございます。で、最後は鎌田大地選手でございます。はい。以上でサッカー日本代表チップス開封動画、第5回目でございます。途中でね、間違えてね、数え間違えまして、しまったことをね、深くお詫び申し上げます。久しぶりの開封動画ね、私も、前、さっき言いましたけど、ね、嬉しかったです。で、またね、プロ野球の方もね、新しいのを買いましたのでね、届き次第、またやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。4月もね、また2回か3回やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。